被爆体験伝承者についてです。被爆体験伝承者は、被爆体験証言者からその体験や平和への思いを受け継ぎ、被爆の実相とともにそれを伝え、次世代に伝えるものとして、広島市が平成24年度から育成し、現在、資料館では148名の伝承者さんが活動をされています。講話の構成に関しては、受け継いだ被爆体験と平和への思い、 戦時下の暮らしや被害の概要、原爆の人体への影響など、60分の、えー、閣節となっております。今日は伝承者の土井美恵子さんにお話をいただきます。それでは土井さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました、被爆体験伝承者の土井美恵子と申します。 本日はどうぞよろしくお願いしますさて、記録的な大雨になり各地で大変な被害が出ています皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうかこれからまた被害があ雨がひどくなるというふうに聞いています皆様もどうぞ十分にお気をつけください私の伝承講話は こうやって画面を使いながらお話をしていきます画面の中には絵がたくさん出てきますその絵の中には被爆者の方が30年後50年後にご自身の体験を思い出し絵にしてくださった方もものも使わせていただいていますそれでは始めていきます 広島に原爆が落とされて76年が経ちました被爆者の平均年齢は84歳近くになり高齢化が進んでいますご自身の体験を自分の言葉で語れる方がどんどん少なくなり近い将来被爆者の方が一人もいなくなるという日が迫っています実は 私の夫の父も被爆者でした。内科の医者だった土井の父は8月6日の朝原爆が落とされたすぐあと燃え盛る市内を歩き勤めていた広島赤十字病院にやっとたどり着きたくさんの被爆者の治療にあたります。しかし77歳で亡くなるまで 自分の被爆体験を家族にも語ることはありませんでした父のように重く口を閉ざした被爆者の方はたくさんいます語りたくても語れないそれほどひどくつらく悲しい原爆です私は被爆者の方から聞いた生の体験 思いをしっかり受け止め聞いてくださる方そして次の世代へと伝えていきたいと思っています今日は原子爆弾に翻弄された三藤義之さん八十五歳の体験をお伝えします三藤さんが原子爆弾の被爆体験を語るテーマは キノコ雲の下でピカドンから生き延びてです。このピカドンですが、広島では原爆のことをピカドンと言います。ピカッと光ってドンと来たからです。ミドウさんはこのピカの恐ろしさをもっともっと知ってほしいと言われます。実はこのピカッと光ったとき、すでに 原子爆弾の放射線の影響を受けているのです広島に落とされた原子爆弾は爆発の時強い放射線が一瞬に放出され被害は大きく広がりましたさらにキノコ雲が高度1万メートル以上に達しその中に含まれた放射性物質これは 死の灰とも言いますが、この放射性物質が地上に降り注ぎ、長い期間にわたり被害をもたらしたのです。その被害がどれほどのものだったか、もう少し詳しくお話しします。1945年、昭和20年8月6日、広島は朝から晴れ渡っていました。 午前8時15分、広島の上空およそ600メートルで人類史上初めての大量破壊兵器原子爆弾が炸裂1秒後には半径200メートルを超える火の玉火球ができ爆心地周辺の地面の温度は一瞬にして3,000度から4,000度になりました。 鉄が溶ける温度が1500度、その数倍という想像もつかない温度です。この強烈な熱線で焼かれた人たちは、重い火けを負い、多くの人が死亡しました。その熱で家に火がつき、至る所で火の手が上がり、大火災となり、一日中燃え続けました。 また爆発の瞬間中心は数十万気圧となり衝撃波が発生強烈な爆風が吹き抜けましたこの赤い円の半径2キロ以内では木造の家はほとんどが崩れ落ち破壊されたのです人々も爆風によって吹き飛ばされたり 壊れた建物の下敷きになって亡くなる人が相次ぎますまた爆心地から半径二キロ以内の地域は丸焼けとなり生きたまま焼かれ亡くなった人もたくさんいました先ほどからご覧いただいているこの地図は広島市の当時の地図です被災の状況を表したものです真ん中の赤いところが爆心地 そして周りの赤茶色の部分これが全焼全壊の部分全部壊れて全部焼けた地域ですねそして周りの黄色い部分が全壊全部壊れた地域その周りにピンクの大きいところ広がっていると思いますこのピンクの部分が半壊地域こうやって見ますとたった1発の原子爆弾で これだけ広い地域に一瞬にして被害が広がったということが見ていただけると思います。さて、原子爆弾の最大の特徴は放射線です。放射線は目には見えず、匂いもありません。浴びると体の細胞が破壊され、内臓にさまざまな影響を受け。特に！ 骨髄などに大きな影響を及ぼしました爆心地から半径1キロ以内にいた人は致命的な影響を受け多くの人が亡くなっています家族や仕事仲間を探したりけが人を助けるため後から被爆地に入った人も残留放射能の影響を受けたのです被爆直後から 短期間に現れた症状を急性障害と言い放射線による主な症状に吐き気、下痢、食欲不振、髪の毛が抜ける脱毛皮膚の出血による斑点、発熱などがありますまた原爆の放射線は後々に様々な障害を引き起こし長く健康を脅かし続けています これが後から生じる障害抗障害です血液のがん白血病やいろいろながんも被爆者に早くから発症しています最近は重複がんといって23種類のがんが見つかる人もいるそうですそして体内被爆。これはお母さんが妊娠中に被爆し 生まれてきた子の中には、脳が小さい原爆消灯症の子もいました。75歳になる今でも苦しんでいる人たちがいます。原子爆弾の熱で焼かれ、一旦治ったと思われたけ傷の後の皮膚や肉が赤く盛り上がるケロイド。このケロイドは普通のけ傷と違い、 手術で切りりり取ってもままた赤く盛り上ががるケースがあります被爆者の子どもや孫など子孫にまで障害が出ることがあると早くから言われておりこうしたことから被爆者と結婚するな遊ぶな移るといった言われなき差別の問題も出てきました。現在のところ 遺伝的な影響についての調査結果は得られていません原子爆弾が投下された当時広島市には市民・軍の関係者・建物疎開の作業に動員された周りの町や村の人々など三十五万人前後の人々がいましたその中には当時植民地だった 朝鮮、台湾や中国大陸の人々中国や東南アジアからの留学生やアメリカ軍捕虜などの外国人も少数ですが含まれています原爆によって亡くなった方の人数は現在でも正確にはつかめていませんがたった一発の原子爆弾でこの年 昭和20年の終わりまでにおよそ14万人もの命が奪われたのですなぜこのような悲惨な原爆が作られたのか日本が戦争へと進み原子爆弾が使われた背景御堂さんはその歴史的なことから原爆を考えてほしいと言いますでは 日本が戦争へと歩んでいった歴史を少し振り返ってみます明治時代まで遡ります江戸時代の鎖国政策から外国にも目を向ける明治の新しい政府は強い国に支配されない豊かな日本を作るために不国強兵というスローガンを掲げました 強い兵隊を作って国を守り産業を起こし経済を発展させて国の力をつけ戦争をして国を大きくするというものです。その具体的なものの一つに植産工業があります。明治の中頃から日本は10年に一度くらい大きな戦争を始めていました。 日清日露戦争に勝利し大正時代には第一次世界大戦が起こりますそのような時代の中で広島は軍の都軍都として発展していきます広島港は日清日露の戦争の時から軍隊を大陸に送り出す重要な港でしたさらに 天皇直属の最高機関大本営が置かれるなど市内には軍に関する重要な施設がたくさんありました時代が昭和になると1932年昭和7年の五・一五事件で時の首相の暗殺1936年昭和11年の二・二六事件では 軍隊の反乱、クーデターで、国の政策は政治家に代わり、軍によって進められるようになりました。これが軍国主義です。軍部の力が強くなり、満州事変、日治事変と中国大陸を侵略、さらにイギリス領マレー半島上陸や、 ハワイ・真珠湾の奇襲攻撃によって太平洋戦争へと突き進んでいきます朝鮮や中国東南アジアの戦場で日本軍は虐殺や住民を圧迫するなど大変な犠牲を強いてきました私たち日本人は大いに反省しなければなりません 一方世界に目を向けると1938年にドイツでウランの原子核が壊れてそこに大きなエネルギーが発生することが発見されましたすぐに科学者はこの原理を応用すれば皆殺し爆弾原子爆弾を作ることができると研究を始めます当時のドイツは あの恐ろしいヒトラー政権の時代です世界を我が物にしようとするヒトラーはすぐにヨーロッパ中から原爆の材料を集め皆殺し爆弾を作ろうとしますこのヒトラーを恐れて多くのユダヤ人がアメリカやイギリスへと逃れていました逃げていったユダヤ人科学者たちは ヒトラーが原爆を倒すためにドイツより早く自分たちの手で原爆を作ろうと原爆の開発を要請する手紙を世界的な科学者アインシュタインの署名を添えてアメリカの大統領に送りますそしてアメリカは1942年から マンンハッタン計画と呼ばれる原子爆弾の開発を進めます20億ドル日本円で今のお金に換算すると23兆円もの大金を費やしおよそ3年間かけアメリカの国民にも議会にも秘密にして極秘で作り上げられていきました。つまり 原子爆弾はドイツヒトラーへの恐怖から作られ、アメリカの戦争終結という名,名目で使われたのです。それでは、ミドーさんの被爆体験をお話しします。ミドー・ヨシさんは、1935年、昭和10年に 六人兄弟の末っ子として生まれました。お父さんは、三藤さんが5歳の時に病気で亡くなられました。お母さんは、末っ子の三藤さんをとても可愛がっていたそうです。三人のお姉さんと二人のお兄さん。被爆当時の年齢は、上から26、24、21、18、 15歳、そして三藤さんが9歳です。地図で見てわかるように、広島は大田川によって運ばれた土砂の堆積と間択により、平たいデルタ、三角洲となりました。平たいということが、原爆を投下する都市として選ばれた理由の一つです。 原爆の被害が広く見渡せ、結果を記録できるからですここに、愛宵橋という T 字型をした大きなコンクリートの橋がありますこれが原爆投下の目標になりました8月6日の朝、御堂さんの家族や親戚の人たち10人は広島市内の3カ所にいました 1のところ、ここは爆心地から1,500メートルのところです。土井の父が勤務する広島赤十字病院のちょうど裏側で、ここにはあと2か月で10歳になる二堂少年、小学校4年生と15歳のお兄さん、そして49歳のお母さんの3人が暮らしていました。その家は 空襲による火災から病院を守るため周りの建物を壊して空き地にし防火帯を作るための建物疎開の対象となりちょうど引っ越しの真っ最中でしたその当時飛行機は毎日のように飛んできていましたがなぜか広島は空襲を受けていませんでしたこれは 原爆投下後に分かったことですがアメリカは昭和20年1945年4月にはご覧の17の地域を原爆投下目標の候補に挙げ5月には京都・広島・横浜・小倉を選びますそして7月25日の原爆投下命令書には広島・小倉・新潟・長崎のうちの一つに 投下するとなっていました原爆の効果を正確に測定するため目的地への爆撃が禁止されていたのです。朝食後お母さんが第8車こういう荷物を運ぶための木でできた大きな二輪車に引っ越しの荷物を積んで出ていくと間もなく B29 の爆音が聞こえてきました飛行機が来るといつも家の屋根の物干し場に上がって見ていた御堂少年は急いで物干し場に向かうともうお兄さんが先に上がっています仕方なく家の前に出たところで原爆の爆発に遭いました強力な光があって どちらに逃げようかと三百六十度ぐるっと一回転しますが、どこを見てもピカピカセピア色、そして真っ暗な世界になるまで一瞬の出来事でした。ゴーゴーと熱い砂ぼこりが体中に当たります。気がついて上の明るい方を目指してもがいて出てみると、家は完全に壊れていました。 家の前の赤十字病院に入院していた兵隊さんがコンクリートの壁にバサッとぶつけられて血だるまになっています。右の方にあった看護師さんの寄宿舎も壊れて中から2、3日前にお菓子をもらった若い看護師さんの「助けてー」という声が聞こえてきます。しかしか 幼かった御堂少年はどうすることもできません。そのあたり一帯はお昼12時頃になると全部焼けました。あとになってその若い看護師さんが夢の中に出てきたそうです。屋根の物干し場に上がっていたお兄さんは熱線を浴びて全身焼けど、爆風で 20メートルぐらい吹っ飛ばされていたのですミドさんの家族は万一の場合に備えて逃げる場所を決めていましたミド少年はお兄さんと二人で自宅から近くにある橋を渡って南を目指します橋は車止めがあって 第八車も通れないような木の端でぐらぐらしていますさらに焼けて曇っていました川を見ると白い魚が,魚が白い腹を上に向けていたので「魚もやられているぞ」と言おうとしてお兄さんの顔を見るとその顔は2倍ぐらいに膨れて目も見えない状態です していたシャツも焼けて、残った布がぶら下がっています。皆さんも、火傷をしたときを考えてみてください。日ぶくれになりますよね。その日ぶくれを尖ったものでつぶすと、中の体液がニュッと出てきます。おそらくお兄さんの体も皮膚の下に体液がたまり、それが潰れて、 残った皮膚が焼かれたシャツの布とともに、ぶらんとぶら下がっていたのです。橋を渡ると、製紙工場や塗料工場があり、焼けた紙が舞い上がり、ドラム缶がボンボンと爆発していました。また、周りの家も崩れ、電信柱は倒れ、電線が道を遮っているという状態でした。 建物疎開で家の荷物を第8車に積み一足早く家を出たお母さんは第8車が渡れる橋を目指して少し爆心地に近いところにいました爆発の衝撃で持っていた第8車の木枠がバンと胸に当たり胸をやられたと言いながらなんとか2人のいる場所にたどり着きますそして、 お母さんとお兄さんはばったりと寝込んでしまいましたみどー少年は運よく病院のコンクリートの塀が熱線を遮りやけどはしませんでした家の下敷きになり血を流していたのですが周りは大やけや大けがをした人ばかりです誰からも声をかけてもらえません お兄さんは全身やけど。体に熱がこもり、のどが渇き、水くれー、氷くれー、意識朦朧として欲しいものが見えてくるのでしょうか、スイカくれー、そこにあるーと叫びます。しかし、水を飲むとなくなるので、やけどをした人に水を飲ませるなと言われていたので、 飲ませてあげられないのですひどい下痢も始まりますこれは伝染病だと言われ畑の隅の方へ隔離されました少し経って兵隊さんが作った救援のおにぎりが配られますそれをお兄さんに食べさせるとビャッと吐き出してしまいます食べられないのですお兄さんは 何もも食べることができきず、体力も消耗してきます。水くれーという声がだんだん小さくなり一週間後に亡くなりましたミロ少年もお兄さんと同じようにお腹を下し下痢で食欲がありませんすぐ近くの飛行場で兵隊さんたちが 大きな釜で炊き出しのおにぎりを作っています。三郎少年は、なんとかその釜に残ったおこげと青いトマトを食べることができました。後になって、これらを食べられたから生きのる生き残ることができたのではないか。この下痢は、放射線被曝で消化細胞が侵されたためですとおっしゃっています。 お母さんは胸が痛いいと仰向けに寝ていました。翌日の8月7日背中の方からハエの幼虫ウジムシが出てきたので慌てて背中を見るとやけどが可能しハエがたかってウジムシが湧いています御堂少年はウジムシを箸で取ってあげました薬は全くありません 戦争が長引いて生活に欠かせない食料や燃料衣類などあらゆるものが不足していましたその上原爆で一瞬にして全てのものがなくなったのですたまたまひまし湯という油がありましたそれをお母さんの背中につけてあげますし湯がない時は、 ひがん花の球根やジャガイモ、玉ねぎなどをすりおろして背中に塗ります。そうすると熱が取れ、乾いて気持ちがいいのです。飲み薬はミド少年の家の周りにたくさん生えていたセンブリや毒ダミなどの薬草を積み、その煮汁を飲ませます。それしか治療の方法がありません。 10月になるとお母さんは熱が出て、髪の毛がばっさりと抜け、肌には紫色がかった赤い斑点が出てきました。周りの人でそのような赤い斑点が出た人は亡くなっています。水戸少年は6人兄弟の末っ子で甘えん坊。お母さんは、この子を残しては死ねない、生きようと、 一生懸命頑張ったのですが薬もなく栄養も取れませんちょうど御堂少年が10歳の誕生日10月11日に亡くなりましたお母さんを私焼いたんですよと御堂さんはおっしゃいます 戦争が終わって広島に帰ってきた海軍の飛行訓練生だった18歳のお兄さんと10歳になったばかりの御堂少年の2人でお母さんの亡きを焼きました何万人も亡くなり火葬場は機能していません今のように亡くなった遺体を棺に入れて火葬場で焼いてもらうことなどできませんしかも 子供なのででちゃんん。とはできません燃え残りは穴を掘って埋めました。梅雨時になると埋めた場所にお母さんが出てくると噂が立ちます。夢にも見たい会いたいお母さんです。緑少年は見に行きます。すると林が燃えたのでしょうか。お母さんらしき姿が現れ。 最後のお別れをするように消えていきました。ポロリと涙がこぼれました。御堂少年の避難場所の近く。飛行場の弊社が救護所になっていて。中にたくさんの負傷者が並べられています。多くが中学校高等女学校。 国民学校高等科の生徒で8月6日の朝市内の中心部で建物疎開の作業をしていた動員学徒です8月6日の朝8200人以上の中学12年生が作業をしていてそのうちおよそ600人もが亡くなっています。多くの人が 家族にも会えず「お母さん」と言ってたった一人で死んでいったのです亡くなった人が救護所の前に並べられています兵隊さんが焼くのですが数が多すぎてすぐには焼けないのです遺体は傷だらけで内臓がはみ出したり足がなかったり 傷が可能した海の匂い、死体を焼く匂い、大変な匂いです。ミドウさんは七十六年経った今でも時々朝起きると体にその匂いがついているんじゃないかというくらい思い出すそうです。ミドウさんの兄弟の方たちも被爆しました。 2番のところ、これは爆心地からたった700メートルのところです。ここに26歳の長女、一番上のお姉さんとそのご主人、2歳の息子、おじさんの4人がいました。仕事先の茨城県から、空襲の被害のない広島の親元が経営する大きなお風呂屋さんに、 一時的に避難していたのです8月6日の朝お姉さんは地下室ご主人は地上の風呂釜のほとりにいて被爆直後は無傷でしたしかし爆心地から700メートルの地点は放射線の線量が凄まじく地上にいたご主人は水戸さんのお母さんと同じように熱が出て 髪の毛が抜け、体中に斑点が出て。二十五日後に亡くなります。お姉さんは地下室にいて大丈夫だと思われていましたが。四年後に、ご主人と同じ症状で亡くなります。二歳の男の子は、家の下敷きになり。夫婦で懸命に助け出そうとしたのですが、火の回りが早く。 泣きながら焼かれてしまいました原爆が投下される少し前に出かけたおじさんはいまだに骨も見つかっていません三番のところです爆心地から2.5キロ半海の地域ですここには24歳の次女のお姉さんと 歳歳とのの男の子が住んでいました北九州にある日本最大の八幡製鉄所の近くに住んでいたのですが B29 の空襲が日に日にひどくなりこのままでは恐ろしいと原爆が落とされる前の年の秋にお母さんを頼り広島に疎開してきます。被爆した時 三人は家の中にいて、屋根は吹き飛んだのですが、怪我もなく無事でした。しかし、二人の子供のうち一人は五年後、もう一人は三十六年後に亡くなります。子供は被爆すると、低い放射線量でも大きな影響があると言われていますと、御堂さんはおっしゃっています。 今までお話しした御堂さんの家族や親戚10人のうち原爆から生き延びたのは次女のお姉さんと御堂さんの2人だけです。これが被爆直後から体験した御堂少年の第一の地獄でした。そして10歳小学校4年生で事実上の孤児となった御堂少年は 戦後の荒々しい社会をたった一人で乗り越えていきますこれが第二の地獄でした原爆小児の数は2000人から6500人と言われていますその多くは絶望し自殺に追い込まれたり犯罪に手を染めたりしました戦後の混乱した世の中で 政府は全く助けてくれません。恵んでくれる人もいません。三郎少年は屋根が落ち、今にも崩れそうな家を何とか住めるようにしたのですが、雨が降れば雨漏りが激しく、冬には冷たい隙間風が吹き抜けます。家賃など払おうにも払えません。 止められた電気は勝手に電線をつなぎ水道は線をいじくりました知恵を絞り川で漁師さんが捨てた小魚をもらったり貝を取り草やカエルイナゴなどで食いつなぎ時には畑の野菜をこっそりとってなんとか生き延びますある日 ミド少年は、教室の荷物置き場にクラスメイトのお弁当が置いてあるのを見つけます。どうしようもない空腹に負け、持ち出して食べてしまいます。お弁当がなくなったと騒ぎになり、気まずい状況になったとき、ミド少年の事情を知っている先生が、野良犬が持って行ったぞ かばってくれたたこともありました5年生になってからは屋根屋さん大工さんの手伝いや店番などでお小遣い程度の収入を得ましたそんな仕事をしている姿を友達に見られるのが恥ずかしかった友達が洗濯した服を着て弁当を持って学校に来るのがうらやましかったと。 三藤さんはおっしゃっています生きるのに精一杯でしたが学校に行きたいという強い思いがありました学校の先生をはじめ周りの人たちの温かい助けもあり三藤さんは高等学校を卒業します大学も受験したのですが生きることが第一の大変な状況では合格は かないませんでしたまもなくして三藤さんは昼間働き夜大学で勉強してはどうかと前々から手伝いをしていた河原屋のおばあさんから勧められていたので思い切っておばあさんの親戚を頼り東京へ行きますちょうど朝鮮戦争の終わった時期で 世の中は大不況。その上身元保証人もいないので仕事探しは大変でしたたまたま神田の古い本屋で店員もトムのビラを見つけ飛び込みます話をするとお店の奥さんが広島にある漢方薬の店の娘さんでしたさらに驚いたことに 一番上のお姉さんの風呂屋で漢方薬を売ってもらっていたそうです。偶然の重なりで、御堂さんは身元保証人を立てることなく、古本屋の住み込み店員として働き始めます。しかし、古本屋は目上の人が絶対で自由にものが言えない窮屈な職場でした。それに 相場より本を非常に安く買いたたくなどの駆け引きがあり御堂さんはそんな商いに馴染むことができません大学へ通っている友達が店を訪ねてくると一緒に講義を受けに行ったりします勉強がしたかった大学に行きたかったのですそれなら思い切って広島へ帰り 再び大学を目指そうと決心します広島に帰ると安い屋根裏部屋を借り生活を切り詰め古本屋で3年間コツコツ貯めたお金で1年間予備校に通いますそしてリンゴ箱を机に時間を惜しみ死ぬ思いで猛勉強をし広島大学に合格します。 23歳での合格でした。御堂さんには原爆で自分の大切な肉親をはじめ多くの人々が悲惨な死を遂げていった第一の地獄、被爆後の荒々しい社会を生き抜いた第二の地獄に誰も合わせたくないという思いが早くから芽生えていました。そして 集会などで自分の被爆体験を話し大人たちをどうして戦争をして私を苦しめるのかと問いかけ続けます「平和の隅には戦争への誘惑が常にある」「歴史を見ても今の世界を見ても戦争は一旦始めてしまったら終わらせることがとても難しい」 戦争をする愚かさをなぜ大人は理解できないのかと人間不信に陥り自殺しようと思ったこともたびたびありましたすると心の中に幻のお母さんが出てきて皆さんにそれを伝えなさいと教えてくれたのです御堂さんは大学院まで進み神戸大学の教官となってからも 幻のお母さんの言葉を忘れることはありませんでした大学の平和教育に関心を持ち平和問題研究会に参加住まいのある西宮市の原爆被害者の会などでいつも被爆者に寄り添ってきましたまた西宮市の平和灯籠流しに13年間携わり ウクライナのクリミア半島にある国際子どもの村から招待を受け西宮市の中学生とともに訪れ国会に灯をししました。22年前に大学を定年退職すると広島からおよそ35キロ離れた東広島市に住み小さな原爆資料展示室を受け継ぎます。 16年前からは広島市の被爆体験証言者として多くの人に体験を話してきましたこうした平和活動を通して御堂さんは若い人たちにぜひ伝えたいことがあります被爆者の話戦争体験者の話を聞いて戦争をすることの愚かしさ 核廃絶を実現しなければならないことをしっかりと理解してほしい。平和は自分たちで求める努力をして勝ち取っていかなくてはなりません。我々は互いの国民,国民感情にこだわっている限り話は通じ合えない。人類の子孫に責任を持つという共通の立場に立って話し合えば、 核兵器の廃絶はできる三藤さんは命の続く限り平和活動を続けていくとおっしゃっています本日はどうもありがとうございました